桃太郎。昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。ぺったんこっこザブザブ、ぺったんこっこザブザブ。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上の方からどんぶらこうどんぶらこうと大きな桃が流れてきました。みんな、なんと大きな桃だこと。持って帰っておじいさんと食べましょう。おばあさんは桃を引き寄せると、どっこらいしょと抱えて家に持って帰りました。ただいま。しばらくしておじいさんが山から帰ってきました。大きな大きな桃を見ておじいさんは驚いて言いました。これはたまげた、でっかい桃じゃ。早速いただきましょう。おじいさんが包丁で切ると、桃はパックリ二つに割れて、中から。おぎゃーおぎゃーと、元気な男の赤ちゃんが飛び出してきました。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは、大喜びです。早速赤ちゃんに、桃太郎と、名前をつけて、それは大切に育てました。桃太郎は、すくすく育ちます。おばあさんの作ってくれるごちそうを、もりもり食べて、桃太郎は、力持ちで、気の優しい少年になりました。おじいさんの代わりに、桃太郎が、山から焚き荷を取ってくるようになりました。ある日、訪ねてきた旅人が鬼の話をしていきました。都に恐ろしい鬼が現れ、乱暴して宝物を奪っていくので、みんな困っています。それを聞いた桃太郎は、悪い鬼だ、僕が退治してやる。そこでおじいさんとおばあさんは桃太郎に鬼退治の支度をしてやります。一つ食べると十人力、二つ食べると百人力がつく不思議なきびだんごを持たせました。気をつけていくんだよ。おじいさんとおばあさんに見送られ、桃太郎は悪い鬼が住む鬼ヶ島に向かって出発しました。しばらく行くと犬が駆け寄ってきます。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。桃太郎にもらったきびだんごを犬はおいしそうに食べました。お礼に桃太郎さんの家来になります。桃太郎は犬をお供に連れて鬼ヶ島目指して山道を歩いていきました。すると一匹の猿が駆け寄ってきます。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。猿は桃太郎からもらったきびだんごをおいしそうに食べました。お礼に僕も家来になります。桃太郎は犬と猿をお供に連れてまた出発しました。桃太郎たちが鬼ヶ島を目指して谷川を下っていくと、
ケーン、ケーンとキジが飛んできます。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。キジは桃太郎からもらったきびだんごをおいしそうに食べました。お礼に僕も家来になります。こうして桃太郎は犬、猿、キジの三匹をお供に従えて鬼ヶ島目指して進んでいきました。桃太郎たちは山を越え谷を越え、やがて海に出ました。そして鬼ヶ島へ渡るため浜辺で漁師から船を借りました。船は帆に風を受け鬼ヶ島目指して進んでいきます。鬼ヶ島が見えてきたよ。見張りをしていた猿が叫びました。みんな油断するな、鬼ヶ島に上陸するぞ。船が鬼ヶ島に着くと猿が鬼の城に忍び込み門の勘抜きを外し扉を開けました。桃太郎が叫びます。それ進め。気がついた鬼たちは、敵は子供と犬、猿、キジだけだ、帰り討ちにしてやれと襲いかかってきます。それ負けてたまるかと桃太郎たちは進みました。ところが船の中できびだんごをたくさん食べた桃太郎たちは100人力になっています。犬はワンワン吠えて鬼に噛みつき、猿はキャッキャと鬼の顔をひっかき、キジはケーンケーンと鬼の目をつっつきます。鬼たちはたまらず、いや参った、助けてくれと降参しました。鬼の大将が、もう二度と悪いことはしませんと桃太郎に宝物を差し出しました。桃太郎たちは車に宝物を積み込むと、犬が引っ張りえんやらや、猿が後押しえんやらや、キジは声かけえんやらやと引き上げました。めでたしめでたし、終わり。